にゃー、どうも、薬丸です。今日は渋谷から江東区まで約13キロで、その後、家に着いて軽く7キロくらいブラブラ走っております。一言マスクをねして、またマスク取ります。約ね、今日20キロ。今日は、またいつものリーボックの、フライトライトエナジーに足の小指のところ骨折したところに穴を開けて走っております。かなりいいですね。まあ、もう17、8キロ走ってるんですけども、ほぼ痛みなく、まあ、ちょっとだけね、ほんのちょっとだけこう足を上げた時に痛みはあるんですけども、もうほぼ完治ですね。まあ、で、今これ距離踏んで1日約20キロで治ってきたら、あと10日ぐらいしてからですかね、スピード練習4分半までは上げられるようになりました。これがもう少しスピード練習ができるようになったら、ほぼ完治ですかね。ちょっと人がいるんで、マスクを一つ。いやー、まあだいぶいい感じで、もうジョギングはほぼできる感じですかね。で、まあ、まだ焦らず、完全に治ってからスピード練習やりたいと思います。今日はね、これ見てください。これね、豊洲の家の近所なんですけど、豊洲の景色見てください。結構今日水かさが深いで、深い、なんか自転車でマスク、こんばんはって言ったら、ちょっと僕怪しかったんですかね。完全にもう殺されました、目があったんですけど。水かすがすげえ上がってて、この道路にちょっとね、水がこうバーンって入ってくるんですよね。これね、もうちょっとこの時期は夜は水遊びはいけないですね。火遊び、水遊びはダメです。さあ、ということで今日もしっかり走ったので、終わってしっかりご飯食べたいと思います。今日はね、あの7月29日に出される猫ひろしと中村ピアノさんのユニット、猫ピアノのですね、体操ソングの、体操をずっと覚えてました。その後走ってるから、今日も一日中1時間ね、今9時ですけども、ずっと動きっぱなしですね。多分体重落ちてると思います。引き続き頑張ります。にゃー、皆さんチャンネル登録お願いいたします。景色がきれいやー、頑張ります、頑張りますしか言ってないですね。ああ、しば漬け食べたい、しばいた。こんばんは、こんばんは、お疲れ様でした。